頑張るんで、ちょっと頑張らせていただけると言いたいところなんですけど、さっきコンポーターとかって言われたら、ちょっと
以上です。はい、紫色が好きです。神楽真知子です。以上です。それでは次の曲聴いてください。どの話聞いてない。エッチエッチなお洋服を着るんです。
です。何も聞いてない。何も聞いてないけど、なんか私は何も聞いてないんですけど、よく情報を知ってるマチさんによると、なんかとてもイチイチらしいので、ぜひイチイチな私たちを見に来てください。12月25日クリスマス夜一緒に過ごせませんか？よろしくお願いします。はい、年末年始、年末年始、年末にもライブがあります。年越しライブがあるので絶対来てください。年越しということはちょっとあれですね、家では過ごせないということで、悲しいこたつでぬくぬくしながらみかん食べるのが一番好きなんですけどなのにちょっとそれができないんでね、ちょっと明けましておめでとうなんていうか、みかんをね、むきながら食べるってことで、ちょっといつもしてるのにちょっとできないのはちょっと悲しい絶対でも、まあね、みんなが盛り上げればね、まあ別にいいかなって思ってるから、みんな来てください、待ってますよそして1月9日は神様セカンド初の大阪遠征です。イエーイあの大阪に行ったら私はたこ焼きが食べたいですみんなはどうですか？そうだね、自由軒っていうカレーのお店にカレで、自由券食べたいっちゃねって言ったら、知らんよって。でも、大阪の人来ますよね。知らない。自由券とか知らんよって言われた。一番上に乗っ取った人気ランキングで、大阪の名物で。え、たこ焼きじゃないですか？うん。カレー？まさかのカレー。あれ？本当。終わりだ、ごめん。なんか落ち着けてください。1月9日は、以上です。そして一番大事な4月10日、今日はこれを言いに来ました。チケットはありませんがまあそのうちまた後々情報は解禁していこうと思います。4月10日は神様セカンドワンマンライブです。絶対に開けてきてください。以上です。目標人数は560万人。マジ？頑張りましょう。それは頑張るしかない。はい、それでは次の曲いただきます。セラビッシュ。朝はいつも通り、
中のライブ情報を言わせてください。クリスマスライブです。以上。